先輩は。はい、皆さん、おはようございます。リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサーカーマタと。中田優香がお送りします。はい、このコーナー、リバーフットスタイル。はい、リバーは川。川フットはまた。ということで。革 <laughs> またスタイル。 ね、もうね、毎週同じこと言ってるんだけど。うん、ね<え>。言ってますね。フットはまたかよっていうね。<laughs> もう慣れちゃいました。<laughs> <laughs> というわけでですね。はい、今週も素敵なゲスト様にお越しいただきました。はい、ご紹介お願いします。はい、今週は水戸芸能史協会所属。舞方安原康子さんにお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあね。 改めて自己紹介をお願いしますはい大工町で水戸の伝統文化を継承しております舞方の安原康子と言いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますもうさ水戸って言ったらさ、はい、徳川御三家としてね、うん、もう江戸からさもうもうみんなね水戸の殿様って言ったら水戸公門三国とかって言いますけど、はい、もうずっと連綿と続く、うん、この水戸の 伝統ですよ、うん、で水戸の芸能といったらねもう日本にこう,もう本当に都づうらうらまであ,あ水戸様のところかそれぐらいこう深い歴史があるんじゃないかなと思うんですけれどもどそういったお話も含めてですね、うんえー、安田さんにいろいろ聞いておこうと思うんですけれども、はい、まずあの水戸のお座敷文化って言いますけれども、はい、お座敷ってどういうお,お遊びというか、うん、どういうものなんですか もともとは今料亭さんって少なくなったんですけれども料理屋さんに来ていただいてお料理を召し上がっていただきながら場を和やかにするために私たちがお座敷に行ってお話の相手をしたりお酌をしたり時には踊りを踊ったりお座敷遊びをしたりということでそれを仕事としてやってるんですがうーん。 やっぱりその水戸その歴史ある町でしょうからそのお座敷に立たれる舞方さん、はい、もう当時はたくさんいらっしゃったんですかねもともとやっぱ芸者さんがいたじゃないですか、うん、芸者文化があったのでお家、えーえー、さんもありましたし鍵、うん、盤もありましたし、うん、そういうそのなんていうんですか働く場所というかた,たくさんありましたので、えー、芸者さんもいましたけども、えー、今芸者さんが今現役が2人しか 残ってなくてお二方ももうご高齢になってしまってきてたので組合の方が今コンパニオンって呼ばれる女の子たちがたくさんいるんですねお座敷でお酌をする女の子たちが。その中で料理屋さんに入ってる女の子たちの中でその経営者の文化をできる子がいないかなっていうことで始まって10年目にちょうどなるんですが。うんうん りはそこだったんでですねお祭りに出るんです、ね、私たちはお祭り、はい、中宮との八作祭りとか、はい、金沢の小祭礼って言って6年に1回のお祭りがあるんですね、はい、で72年に1回の大祭礼なんですけどそういうお祭りに出るためにもやっぱ芸は磨かないとできないのでやらないかというお声かけがあって組合の方からそこからのスタートだったんですが 2>, ん2人しかいないって、はい、ちょっと驚きですね。 現役はは水戸には3カ所あるんです、ね、その働く場所というか<え>組合があったんですが、はい、今はもう大工町と谷中といって保イ園の方にお一人ご高齢になりますがお三味線のお姉さんがお一方まだいらっしゃって、うん、で大工町には一人踊りとか太鼓を教えてくださるお姉さんがいて。 それで始まったとといいううか教わりながらという、うん、でそのお座敷文化を継承するということで、はい、今安原さんの方で何かクラウドファンディングを、はい、まあ仕掛けているということなんですけどそうでそう,でういう内容でまああまりこう朝っぱらからですね <laughs> コロナの話はしたくないんですが、ええまあ、なかなか需要というかそういうのがなくて今までも大変だったので。 ですがなかなかこういう事情状況というかなってくるとどんどんお座敷も減ってきたりして、うん、働く状況がないとお稽古ごとにお金がかかるのでそれをやっぱり応援してもらうというかセンスも買わなきゃならないし着物の維持もあるし、うんはい、でお稽古しないと芸はできないし休んでると忘れちゃうのでねそういうことがあったので、うん、あの講演会の方々からクラウドファンディングやってみたらいいんじゃないのかなという お話があってまあ手探りですけどもやってみようということで、うん、とりあえず一月前に始まったんですが、うんね、でもさ、はい、本当にその例えば洋服の普段着で、うん、そういうこうお店のコンパニオンとしてっていうのはこうなんかこうありがちですけどカジュアルな感じでいますよ、ねね、でも本当にそのお座敷として、うん、前方さんとしてってなってくると。はい、前方さん入るとその 宴会の場もガラッと変わるいですから先ほどの話じゃないですけどそのお,お着物もそうですしね、うん、ちょそのっと身支度でもお金かかりますもんね。お座敷の接待 のおもてててなししののプロとして私たちはやっていくので踊れるのは当たり前だし歌えるのも当たり前だしうん、うん、ですから髪型もちゃんと美容室に行ってお金をかけて自宅をしてきっちり出ていかなきゃならないので<日>そうするとやはりお座敷がなくなってしまうといけなくなってしまうので,うん、うん、で本当は皆さんにあのいつでも気軽に。 読んでいただいてっていうことを本当は私たちも歌っていきたいんですが、うんうん、身近なね,近いねものに歌ってほしいですよね。はいはい、ね、あの我々がさ、これテレビとかね、はい、も含めてこうお座敷遊びとかっていうと。はいはい なんだそれ野球券みたいなやつを <laughs> 想像したりするんですけど <laughs> っういろんな遊びがあってやはりちょっと艶っぽい遊びもたくさんあるんですけれども、うん、基本的には「伐杯」といってお酒を飲む、うん、負けたらお酒を飲むというのが決まりになってるのでうん、うん、飲めない方はウーロン茶でもいいですしうん、うん、よくあのお座敷に行くとかんのたなんて偉い人がこう。 帯を解いて、あれって、こうくるくる回るイメージが。あるでも、帯って二周しかしないので、くるくる回ることは絶対。ありえない。はい、あ回らない。回らないし、あの裾引いて、本当にかつらかぶって。着る着物には、帯の下に長い布を巻くので、それでくるくる回りますけど。基本的に、あのくるくる回ったりとか、脱いじゃったりとかっていうのは、イメージの世界であって。 あのリアルな世界ではありえないテレビって罪だと思うよね本当にそういうこう変にね印象付けをしてしまってるだけで面白おかしくした方がメディアが喜ぶじゃないですかそれでやっていくんだと思うんですけど品が終わりなんですね本当は格式が高いんだよねねでそういったそのクラウドファンディングなんですけどいつまで そのどこのサイトでその入ることができるんですかです、ね、芸能士協会マイカタというホームページが今あるんですね。はい、そのホームページを開いていただくとうん、うん、一番最初のページに「あの申し込みはこちらです」っていうカテゴリーがあるのでうん、うん、そこへクリックしていただくと「あのキャンプファイヤー」っていうところにお願いしてるので、えー、キャンプファイヤーさんの。 あのページに自動的につながっていくのでそこで読んでいただくといろいろなあのリターンとか、うん、まあリターンというかお返しですよね、はい、とか申し込むのもできるので今あの2000円からやってるんですねあ、そうなんですね2000円は私とレクチャー、うんうん、オンラインでオンラインでレクチャーオンラインレクチャーが2000円からで でそれはもうプチッと押してもらえれば日曜日で限定になりますけど、はい、一緒に30分ががレクチャーししながら乾杯てててやるるっていう前を教えくれんですか応お座敷に行くためにはこういうことした方がいいですよとかうん、うん、あとは QR 形式で質問を受けてどどうどこ「どこに行けばいいですか?」とか「うんうん、どういうのがあるんですか?」とか「決まりはないんですか?」とかうん、うん、そういうことこで教えたりとか。 こういうことはしちゃいけないよとか教えてくれるわけですね。いろんなこれを2000円で試写しようという。とっても大事よ。2000円超安いよ。ねえ。わあいいですね。そそのそういったおお座敷に行くためのさそのまずはね基本の基本の基はい。ねで5000円でまたオンラインもあるし。ええ。いやでもなんかとってもねまあさあお水人としてまあ実はね安田さん。 とこう夜の、ね、街とかで、うんはい、何度となく同じこう座敷の中でお会いしたこともたくさんありますけれども,、はい、もう間違いなくね矢沢さんはね水戸の,その伝統芸能を継承する極めて大事な方ということはもうお弟子さんもねたくさんいらっしゃるんですよね。 この方たちがいるのでみんなコンパニオンクラブに所属してるんですけどいろんな子たちが集まってて所属は違っても一つの活動団体として、うん、あの活動してるのでる未来もありますねすごい素晴らしいです、うん、いやもう本当あっという間に時間が来てしまったんですけれども、はいはい、あの最後にね、はい、ラジオを聞いているリスナーの皆さんに、はいえー、メッセージの方お願いいたします え皆さんですねぜひお気軽にですね前方を呼んでいただくか今度のクラウドファンディングぜひあの見ていただくだけでも結構ですので見ていただいてこういうの活動をしている子がいるんだなということを分かっていただいてまず2000円からでもいいですからポチッと押していただいて応援してもらったらば嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ははいいありがとうございます今週は水戸芸能士協会所属 前方、安原康子さんをお迎えして、マーサー・カーと中田優香がお送りしました。小王・高来、過去を明らかにして未来を考える。水戸人の心をつなぐリバフトスタイル。